おー、出てる出てる。おー、出てきた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 。あ、来た来た。あ、これ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 見た。みるみるランド。はい、どうもみんなのヒーローゆうきです。カタリストれいなです。今日はね、テレビショッピングでちょっと面白いのを発見したので買ってきました。ベジッティっていうやつなんですけども、これは短時間でキュウリとかお野菜を普通の形からパスタ状にしてくれるような道具です。新しいキッチンツールって書いてありますね。これテレビショッピングで見てて、なんかね、これはズッキーニをこうやって回すだけで麺状にこう出てくるっていうので、すっごいやってみたくなって買ってきましたしかも調べたらパスタっぽくって本当に美味しいっていう、うん、ね、そう美味しいっていうのもすごい評判高いし、いろんなレシピが出てて、ちょっとねやってみようと思っていろんな野菜買ってきたので、はい、やってみたいと思います。思います。グルメレシピっていうのが、あ、レシピ入ってるんだ。入ってますね。で、本体がですね、こんな感じ。じゃーん、出た、ベジッティ。ベジッティ、この中が歯になってるみたいなので、うん、そこに多分押し当ててくるくるすることでいくんだと思います。歯がギザギザになってるんですか。なんかこっちにもある。両方、あ、両方ついてます。見えますか、こちら側とこちら側で。はいはいはい。2つ歯があって、多分サイズが違うんだと思います。野菜を多分刺して最後まで押してこう回せるための、うん、あ、固定するやつね。そう、道具だと思います、で、こうやってくっつくから結構収納とかもこれだけだったら楽ですね。うん。みるみるランド。では、今洗ってきたやつでやってみたいと思います。では、行きましょう。行ってみます。この音がギシギシなってますね。すごい音します。こんな感じですか？おー、出てる出てる。おー、出てきた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 。あ、来た来た。あ、これ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 見た。テレビで見たやつと一緒。あー、あ、すごいすごい。すごいね。力どうですか今。そう、全然いらないですよ。全然いらない。普通になんかくるくる。最初はね、ちょっとなんか抵抗あるかと思ったんですけど。最初すごいギシギシって音したけど、うん、そうなんかスルスルいってますね。おー、すごい、面白い。麺、パスタになってる。へぇ、これ面白いね。あ、すっごい簡単だし、全然抵抗感がないです、もう今は。すごいな。鉛筆削るみたい。あ、しかもこっからなんかなんか出てきてる。本当だ。え、なんなんですか。芯が出てるってこと。あ、そういうこと。芯も出てくるの。面白いな。すごい面白い。あ、なんか中のやつが、余ったやつがそっから出てくるんだ。あ、そうなんですね。で、そうだね、それ使って最後までやればいいんだ、うん、あ、こういうことだ。すごいすごい。あ、こんな感じ。これはすごい面白い。うん、面白い。ほら、こんなちゃんとパスタっぽくなってる。パスタだ、ズッキーニパスタ、楽しい。みるみるランド。では次、人参さん行ってみたいと思います。今こちら太い方でズッキーニをやったんですけど、こっちの細い方でやってみたいと思います。これもなんか本当鉛筆削りみたい。あ、そうですね、音も鉛筆削りの音みたいな確かに、音もそんな感じですね。すごい。結構人参サラダとか私好きで作るんですけど、うん、いつもピーラーとかでやるんですけど、はい、これはこれでいいかも、こういうのができたら。それも力いらないですか。全然いらない、うん、根元の方まで近づいてきたなと思ったら操作して、この安全装置いいですね。結構奥までやってもちゃんとできる、うん。おー、面白いね、それ。なんか富士山みたいになってるお山みたい。いいですか。それはそれでなんか飾りとしてね。あ、そうですね、なんか可愛い。うん。みるみるランド。では次、キュウリ行ってみたいと思います。どうぞ。折れる。あ、折れちゃった折れた力の加減がちょっと難しいかも。キュウリ柔らかいからね。そうですね、なんか慣れるまで。あ、折れた、なんでだろう。あ、でもだん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 出てきたね。だん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 ちょっとずつ、うん、ちょっとずつ麺になってきた。あと、あんまりもしかしたら太さのあれもあるのかも。今すごい先っちょキュウリ細かったんですけど、うんうん、太くなってきたらちょっと安定してきたから、ある程度の太さが必要なのかな。うんうん、そうかも。太さがな、ほんと今つながってますもんね、ちゃんと。あー、来た来た、だいぶもう、うん、ね、麺っぽくちゃんと持ってるから。
そうだね、太さだね。太さも大事なんですね。うん、そうか、この丸の径が大きい方が回しやすい。何、うん、だろう、細いとちょっとしか回せないけど、うんうんうん、太いといっぱい回せて楽。なるほどね。キューカンバー、キュウリさんはこんな感じです。なんか、なんだろう、なんですかね、これなんだろうね、なんかちょっと炎みたいな。でも、そう、根を薄めるとダイヤモンドみたいな感じ、宝石みたいな感じにも見える。かわいい。はい、みるみるランドね、大根さんもちょっとやってみたいと思います。あ、大根、早い。やっぱ太い方がいくんだね、スルスルって。そうですね、太い方が安定してきますね。あ、面白い。だいぶ手つきも慣れてきましたね。はい、あ、なんか大根サラダもいいですね、これですけど。うん、美味しい。あ、ちょっとなんか大根が太くなってきて奥に入りづらくなってきて。本当だ、入ってないわ。あ、やっぱ太すぎるとダメなんだ。そこに入るぐらいの太さじゃないと。そうですね、太さ大事です。それすごいな、その大根の形、ろうそくみたいな。ろうそくみたい、そうそう、ろうそくみたい。そうだ、それが。それが面白いよね。そうですね、だから、この径よりもちっちゃいものじゃないと、そうだね、入らない。気をつけてみんな。皆さん気をつけてください。みるみるランド。はい、ではラスト、さつまいもがね、どんな感じになるのかやってみたいと思います。なんか大きいやつは結構硬そうですね。てか多分さつまいもは硬い。うん、一番硬いですね、この今までやった中で。できてるけどしんどそう。ちっちゃいからかな、水分がないからってこと。それもあると思いますね。あ、硬い。硬そう。硬いですね。結構芋系は硬いかもしれない。そうだね、芋は硬いね、特にさつまいもね。ほら、さっきと同じ大根現象が起きてます。うん、楽しさはあんまり感じられないかなっていう、見てて。結構しんどい顔。確かに、あ、スリスリ食うとかじゃないですね。じゃない、必死。回すのが結構必死ですね。だから あそこに説明書にはさつまいもって書いてなかったんですね。多分ね、これ普通にこうバターソテーとかして食べたら美味しいと思う。あー、美味しそうだね。あ、じゃあやりましょうか。なんかこれ洗ってるところなんですけど、結構この、うん、歯の間にこういう風に挟まって残っちゃうんですよね。うん、でこれを無理やりやろうとするとここ歯なの で、ね、自分の指も切っちゃうし、だから多分用紙とか、うん、で歯ブラシとかでやってあげた方が安全に綺麗になるかなと思います。うん、はい、あ、下の方もなんかほら痛まってきた感じします。うん、しんなりしてますね。しんなりしてきた。で、この大根さんを投入します。めちゃくちゃうまいよ、これ。美味しいですか。めちゃくちゃうまい。やった。